皆さんこんばんは、パパゲイルです。ついに待ちわびたベニーズホイール装着実装きたー。皆さんこんにちは、こんにちは、パパです。今回ですね、バビットチノという車両に、屋根バグバッカニアという車両のデータを重ねてみたいと思いますね。このなんか屋根バグというのは、PS3 とかそういった時代からある車両で、屋根の一部がチラ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 、チラつく状態、バグった状態ですね。この車両、屋根バグバッカニアというこういった車両のデータを、重ねるというのをやってみますね。これはバッカニアという車の他に、まあ、チノとか、あとはカリン車走行の椅子、シートが、まあ、チラチラするとか、そういったのが他にもありますね。で、今回はこの屋根バグバッカニアの車両のデータをこのバビット知能に、移しました。そしたら、これですね、見事、この屋根バグ知能、これが、作ることができましたね。こういった感じで、今まで集めていたバグ車両のデータをまた違う車のデータに移すこともできます。この反対ももしかしたらできると思いますね。コスチュームのね、グリッチのように、まあ、レシピのね、コスチュームグリッチのように、まあ、車両のデータ、まあ、あとは項目とかかな、項目上から何番目とか、まあ、どこに項目があるかとか、まあ、そういったので、おそらく車両に重ねた時にそのデータが一致しない部分、それからずれ込む部分とかでいろいろね、カスタムがね変わると思うんですね。例えばバイクのデータを車両にやったらこういう風に変わったよとかね、まあ、そういったね、服装のレシピみたいな感じで、多分車両のレシピみたいな感じのなってんじゃないかなっては予測するんですけれども、まあ、こんな感じで今まで、集めていたものをさらに活かす方法、そして持っていなかった車両をさらに逆に作っちゃう方法なんてことが今のグリッチでできますね。だからね、これよかったらやってみてくださいね。で、この手順が、いまいち分かってない人は動画の説明欄に1人用、2人用っていうのがありますけれども、それを参考にしてください。この動画でやっているのは2人用の手順なので、1人用と2人用ではそのどっちの車を先に入れるかが違ったりとかあるので、注意してくださいね。まあ2人用友達がいるんであればその方が結構簡単に、まあ安全にできるっていうのもありますね。では、次、違う車両ですね。今まで、集めていたものの中に、まあ、有能なモッドのオプレッサーがあったらそれを使ってみます。これ普通のやつでもある程度この、機銃なしインサージェントまではできます。ただモッドのオプレッサーがあるとさらなる進化ができます。まずは1個目、普通に買ったインサージェントカスタム。まずインサージェントカスタムを買うとペガサス車両として届きますね。それを、ペガサスで呼び込んで、次にアベンジャーに入れます。アップグレードさせて、そしてこういった車庫に入れるという感じになりますね。アリーナウォーのバグかわからないけど、仕様かわからないけども、このインサージェントカスタムはなぜかベニーズホイールを装着できて、変更できるようになってます。これを利用しますね。そして、このオプレッサー、普通のやつでやった場合は多分上の機銃がなくなるだけはなります。ただ、さらなる進化になると、このちょっとモッドの変わったオプレッサーですね。タイヤが白いやつとか緑ガラスとか、実はヤンクトンナンバーだったりとかっていうのを重ねます。すると、この普通のインサージェントカスタムがさらなる進化をするための、まあ有能なインサージェントカスタムに変わりますね。これ1台持っとくとかなり、結構面白いことがこれからできますね。似たようなね、条件の車両を持っていたらちょっと試してみてくださいね。とりあえずこういった感じで、機銃なしまでは普通のオプレッサーでも可能なので、やってみるといいかもしれないですね。そしてここで保存の手順をやっていって、あとはベニーズホイール、自分の好きなものを装着させて、これをベースにまた違う車両をこの後作っていきたいと思いますね。他にもね、なんかね、まあ、マッサクロとかいろんなね、リンガジェスターだったかな、マイクロを元にね、LS のね、やつとかね、いろいろあると思うんですけれども、
まあそういったものが今作れるかどうかはちょっとわからないけれども、まあいろいろねチャレンジしてみるものはたくさんあると思います。まあ、PS3 時代からあるものっていうのは比較的チャレンジしやすいんじゃないかなと思ってますね。僕の友達では、デラックスのことを、マラックソと言っている変なお友達がいました。はい、次、内装バグカリンですね。内装バグカリンとは、こういったカリン車走行ですね。これ普通のやつです。普通のノーマルの、カリン車走行を、これからいじくっていきたいと思いますね。ではいじくる、このね重ねる車両はさっきオプレッサーで作ったインサージェントカスタムを使います。これちょっと特殊なやつですね。でその車両を、重ねていきますね。ではこの特殊なインサージェントカスタムトラックカスタムかな、これを重ねていきますね。するとどういったことが起きるのかというと、これは、内装バグといってこのシートがなんかチラ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 って見る角度によって、見た目がちょっと色が変わる、白とか黒がちょっと見えるみたいな感じになりますね。まあ、これはひそかにちょっとね、まあちょっとしたおしゃれみたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。まあこんなね車両が作ることができます。ただこれね本当外見ではわからないので本当に控えめなおしゃれみたいな感じかな、どうかな。まあ一人称にしないとね見づらいっていうのがありますね。もうほとんどねガリン車走行に乗ってて一人称になってっていうのはあまりないと思うんですけど、まあ強盗ミッションとかで使った時にフレンドさんがこれ乗ってると、え、何これ、どうしたのこれ、え、どうしちゃったのこれってなったりする話題はまあ前はありましたね。そんな感じでやっていきます。結構ね緑の窓ガラスもなかなかいいんじゃないかなと思います。ただ一人称だと車走行は本当に前が見えなくてマジで運転しづらいですね。まあ強盗ミッションでよくこれ使うとか普通のミッションでよく車走行を使うって人はちょっと試しにこんな車を作ってみてもいいかもしれないですね。ただそのね、バグらせるためにパワーテラは今回オプレッサー、ちょっと変わったオプレッサーをインサージェントカスタムにしてそれを重ねてますけれども、まあそれに近い条件のものがあれば多分代用できるんじゃないかなと思います。だから海外とかで、拾ってきたともらってきたとかそういった車両をカリン車走行に何か重ねてみてください。そうすると何か変わるかもしれないですね。とりあえず機銃なしのモッド車両、カリン、インサージェントカスタムトラックはこんな感じで内装バグにはなりましたね。よかったらこれも試してみてくださいね。はい、続きましては次は、みんなが大好きかどうかわからないけれども霊柩車、これ使っていきたいと思いますね。霊柩車は、昔はレア車だったんですけども、ついにロックスターが販売を、以前に開始しました、実装しました、おめでとうございます。というわけでレア車両じゃなくなっちゃったかもしれないけど、まあこの車両をちょっといじくっていきたいと思いますね。普通に買った霊柩車、今普通に買える霊柩車をまあこれから、さっきのインサージェントカスタムトラックを重ねていきますね。で、手順の方分かんない人は説明欄から確認をしてくださいね。これは2人用でやる、やつでやっていますね。ではこの機銃なしの、インサージェントトラックカスタムを重ねていきます。そうすることで何が起きるかというと缶桶がない状態になりますね。缶桶がない状態は本当に後ろパカッて開けると分かりやすいですね。もう本当に缶桶ないって方はどこ行っちゃったのかな本当にって感じになりますけれども、こういったことができます。この缶桶がない状態をまあなんて名前か忘れちゃったけど、ハロウィンアップデートの時の後ろのゾンビが出てるやつに重ねたらもしかしてあのゾンビ消えちゃうかなとか言っていろいろね、考えて僕のお友達の、キノコさんとかねハッピーくんとかとちょっとねやってみたんだけど、あのゾンビは消えなかったですね。残念ながら消えなかったですね。もしねなんかあのゾンビがね消えたとかねなんかねあったら教えてください、コメントでね。
まあなんかいろんなね、本当車両、本当に意外とシンプルに、パントとかね、あれをね重ねたりすることで PJ に、マイケルだっけ、フランクリンの毛布みたいなのがねついたりとかね、本当いろんなことがあります。ドラキッズさんからもそのね、パントはいろんな可能性があるんじゃないかってメッセージをいただきましたので、やってみる価値あると思います。ピササゲミングさんかな、多分ね、そのね、なんだっけな、パントで、PJの、毛布付きを取る方法が多分ね、紹介してますので、よかったら見てみてくださいね。まあ、こんな感じでね、本当にいろんなコスチュームレシピのようにいろんなことが可能性が増えました。よかったらやってみてください。そして面白いこんなのできたよとかあったら教えてください。これ紹介してみてくださいとかっていうのもありです。じゃあみんなで楽しみましょう。以上です。